8人もの女性と付き合い、女性関係を咎められたことから口論となり、妻と2人の子供を殺害。これを聞いて皆さんはどのように感じられるでしょうか。非常に身勝手で残酷な犯行。しかし実際には犯人の刑罰を軽くするために3000もの嘆願が寄せられ、命を奪われた妻はマスコミによりその評判を貶められることになりました。一体何があればそのような結果になるのか、今回はマスコミ報道の闇に切り込みたいと思います。筑波母子殺害事件。1994年11月3日、神奈川県横浜市鶴見区にある京浜運河にてビニール袋に入れられ、重しがつけられた女性の遺体が発見されました。4日後の11月7日、同じ場所で女の子の遺体が、続いて12日には男の子の遺体が発見されます。遺体の特徴や服装などから、3人は茨城県警筑波中央署に捜索願いが出されていた、茨城県筑波市在住の野本栄子さん当時31歳、長女のまなみちゃん当時2歳、そして長男の優作くん当時1歳と判明。捜索願いは栄子さんの夫である。野本巌医師当時29歳によって出されていました。本件の捜査は神奈川県警、茨城県警が合同で行い、約3週間後の11月25日には犯人を逮捕。なんと犯人は捜索願いを出していた張本人、野本巌その人でした。人の命を救う医師という立場でありながら3人もの尊い命を奪い、犯行後も平然と普段と変わらない生活を送っていた彼、またその殺害理由は非常に身勝手で到底許されるものではありませんでした。それでは事件の詳細です。1994年10月29日午前5時ごろ、野本は自分の浮気をめぐり妻の A 子さんと口論になり、ロープで首を絞め口と鼻を塞いで殺害。2人の子供も首を絞めて殺害し、3人の遺体を家に置いたまま出勤します。夕方まで病院で普段通りの業務を行い、その後に警察署により捜索願いを提出。帰宅すると遺体を車のトランクに入れ、神奈川県横浜市鶴見区にある大黒ふ頭に向かいます。その道中、彼は新宿の歌舞伎町に立ち寄るとストリップを見てソープランドに行ったことが分かっています。その後首都高速大黒ふ頭の非常駐車場にて重しのために3人に鉄アレイをつけていき、翌10月30日に彼は愛人との北海道旅行を予約するなど、まるで何事もなかったかのように過ごしますが、腐敗ガスにより遺体が浮かび上がり、11月3日には妻が、続いて7日に長女、12日に長男が発見され、本件が発覚することになります。警察は初めから野本を疑っていました。その理由は、遺体が部屋着のままで足の裏も綺麗だったことや争った跡がないこと、近所への聞き込みから野本の家庭内がうまくいっていないことが判明していたからです。そして野本の手には傷跡が残っていました。警察がその傷について尋ねると、彼は愛犬に引っかかれたと答えますが、その傷跡はロープを強く引いた時にできるような特徴的なもの。さらに野本が走らせる車が N システムと呼ばれる自動車ナンバー読み取り機により神奈川方面へ走っていたのが確認されたことが決定的な証拠となります。早く白状して妻子を成仏させてやりなさい。証拠を突きつけられ取調べ官に諭されると、彼はついに口を割りました。11月25日、警察は彼を殺人及び死体遺棄罪で逮捕。そこで初めて彼の家庭内の状況が見えてくることになります。彼は複数の女性と関係を持っており、それを隠そうともしませんでした。本件当日の10月29日、朝帰りをした彼に妻が詰め寄ります。離婚してください。彼女は慰謝料1億3000万と、月100万の養育費を要求。医者という職業ならば、それくらいはなんとかなると思うかもしれません。実際の彼の年収は1300万ほどでした。医者の中でどうなのかは分かりませんが、いわゆる高給取り。しかし野本家の家計は火の車でした。それは彼が投資用に購入した3つのマンションが利益を生まないどころか、マンションを買うために借りた借金を返すことすら滞っていたからです。多額の借金の利子の返済と生活のため、昼間は研究所の事務員として、夜はランジェリーパブで働く妻。このような状況であっても、野本は女遊びに金をつぎ込み、家庭を顧みることはありませんでした。そして彼女はこの日ついに限界を迎え、彼にこう告げます。看護師との浮気を院長に直訴して、二人とも辞めさせてやる。そんなに私が嫌いならいっそ殺せばいい。殺害に使われたロープは妻自身が持ち出したものでした。彼女はロープを自分の首に巻きつけ、ソファーから飛び降りるなどして野本を挑発します。そしてこれに怒りをあらわにした彼が、ロープで彼女の首を絞め、鼻と口を手で塞ぎ殺害。そしてその後、親が殺人犯では不憫だとして、子供二人にも手をかけます。そして平然と三人の捜索願いを出し、自身は普段通りの生活を送り、遺体発見後は悲劇の主人公を演じていたのです。
私生活はともかく、勤め先の病院での野本の評判は悪くありませんでした。温厚で明るい青年、熱心で親切な先生。1996年2月22日、起訴された野本に対する判決が下されます。検察側の求刑は死刑でしたが、彼の犯行に計画性はなく衝動的なものだったということから、彼には無期懲役が言い渡されました。そして周囲の人たちの野本に対する印象を裏付けるように、この判決に対し3000を超える減刑の嘆願が集まりました。その後彼は控訴しますが、1997年1月30日、東京高裁はこれを棄却します。さらに上告しますが、結局取り下げ、無期懲役が確定しました。医師が殺人犯となった本件は多くのメディアで取り上げられました。そしてその多くで妻の英子さんに対し批判的な報道がされます。家庭を顧みず、性的欲求を満たすために風俗店で働いていた、被害者である彼女が生活のために働いていたという事実はこのようにねじ曲げられて報道されたのです。さらに野本と結婚するために彼女が排卵誘発剤を使用して、その結果妊娠して結婚までこぎつけたと書き立てた週刊誌もありました。当然このような事実はなく、彼の奔放な女性関係と多額の借金が家庭を壊したのは明白です。死者を冒涜するようなメディアの報道、これは本当に許し難いものでした。実は本件すでに解決とされていますが、未だに残る謎が2つあります。1つ、遺体を入れたビニール袋の結び目が特殊な結び方である俵結びになっていたこと。俵結びは昔の農家が米俵を結ぶ際に使用したもので、現在はその結び方を知る人はほとんどいません。京浜運河で発見された3つの袋のうち1つだけがこの結び方で結ばれていたそうです。実況見分の際、警察が彼に袋を結ばせたところ、彼は俵結びの結び方を知りませんでした。それでは一体誰がこの結び方をしたのか。このことから本件には共犯者がいるのではないかと考えられましたが、結局結び方だけでは何の証拠にもならず、この件は今でも謎のままとなっています。そしてもう一つが長男の胃の中に残されていたチョコレートです。彼の供述によれば犯行時刻は10月29日の早朝。10月28日に彼の家を訪れていた女性によれば、長男は午後7時半頃にチョコを食べていたそうで、チョコは消化が早く1時間程度で消化されます。胃の中のチョコはこの時に食べたものなのでしょうか。そうだとすると、彼の話した犯行時刻とはズレが生じます。彼の供述が正しいのであれば、長男は事件の直前にチョコを食べていたということになります。しかし1歳児が早朝に自発的にチョコを食べることがあるのでしょうか。現実的に考えれば、彼が殺害前に食べさせた、もしくは2歳の姉が食べさせたかのどちらかしかありません。もしかしたら両親が言い争っている声に子供たちは目を覚まし、弟が泣き出さないように姉がチョコを差し出したのかもしれません。結局この件も謎のまま終わっています。野本家は一戸建ての家に住み、ゴールデンレトリーバーを飼い、まさに絵に書いたような理想の生活をしていました。しかし実際は野本の女性関係と借金に悩まされ、妻が昼も夜も働くようなありさまでした。家宅捜索で押収された妻の日記には、彼女の置かれた残酷な日常が綴られていました。自分が耐えることで野本との生活を続けてきた彼女ですが、ついには命を奪われてしまいました。エリートだから、高収入だから、お金を持っても幸せになれるかどうかはその使い方や考え方によります。理想の収入がなくても自分と周りの人間を幸せにできる、一番大事なのは心です。そんな人でありたいと強く思わされる事件でした。亡くなった3人のご冥福を心よりお祈り申し上げます。それでは今回は以上です。ご視聴いただきありがとうございました。